6番田村大和さん日本。 Number 6 representing Japan Yamato Tamura。 日本の田村大和です。大きな拍手に迎えられました。長野オリンピックの代表、長野では17位でした。2大会連続のオリンピック代表を目指します。今シーズンはフランス大会で8位。リゼのオペラカルメン、そして途中からはアルルの女も入ります。最初のコンビネーションジャンプ、4回転のトーループにトリプルトーループ、決まりました。この後のアクセル系のジャンプ、トリプルルッツ。8つ目のエレメンツ、やったというふうに今口がうがいたように見えました。日本の田村大和、もうできたぞと、いやーやー決まっちゃったというような今プレッシャーにも見えましたが、うん、でも本当にねよく決まりましたね。昨年から比べますとね、はい、体に随分芯ができてきてるんですよ、はい、結局それだけ筋力がついてきてるということで、トレーニングなのかあるいはその滑り込みの時間なのかですね、はい、かなりまあそれなりに練習をしてきたんじゃなかろうかというのが体つきから分かりますね。これが最初の4回転、これはですね、ここで踏ん張った後によく次のジャンプにつなげてるんですね。そうですね、綺麗に3回回り終わりました、はい、確かにジャンプ降りてからの流れはなかったですけれども、頑張って決めたコンビネーションジャンプですね。そうですね、はい、そしてこれはトリプルルッツですね。そうですね、はい、これは着氷の姿勢も綺麗です。あと惜しいのはアクセルがトリプルアクセルであれば本当に良かったかなという感じもするんですけども。そうですね、まあ、でもやはりそのコンビネーションジャンプのね、ところに練習の時からもう最大限集中してましたので、はい、まあ気持ちの中ではですね一番心配だった部分が決まったということでちょっとホッとしてるんだと思います。そうですよね、はい、ですからショートプログラム
田村選手は実力をある意味では出し切ったと見ていいですね。そうですね、ただまあこれがショートプログラムの怖いところで、やはり選手 の気持ちとはまた全く別の部分で、やはりその例えばジャンプが決まらなかった時にはジャッジはね、どうしても減点してしまいますので、そういった部分がね、確かに難しいところではあります。田村さんの得点、リクワイアドエレメンツ、さあ楽しみな得点、リクワイアドエレメンツも点が出ました。 5.5 も3人のジャッジがつけています。これはエレメンツとしてはこれまでで一番いいですね。そうですね、やはりコンビネーションが決まったことが一番大きいんじゃないかと思いますね。そうですね、6人滑った中ではエレメンツは一番いい得点です。そしてプレゼンテーション、ご覧の10位点でホンダより上に2人つけています。現在2位、ホンダに次いで2位です。プレゼンテーション5-3 5-4 5-5 5-3、日本の田村、素晴らしいショートプログラムのスタートを切りました。6人終わって日本の本田がトップ、そして田村が2位に続いています。